どうもこんにちは、ゆうへいです。さてね、本日はアルバイト休みでして、そしてもうすでにね夕方なんですけども、今日一日何もしてないなという感じですね。この頃ね、休みの度になんかねだらっとしちゃってるんですよね。最近ね、ようやくアルバイトにも慣れてきて、割とねそんなに疲れがね溜まってるという感じではないんですけども、体力的には余裕あるんですけどね、なんとなくその何をしたらいいかわからない感じでぼーっとしてるみたいな、そういう休日が多いですね。いかんいかんというところなので、ちょっとねこう気持ちを改めて、休みの日にねちゃんと YouTube 活動するとか、何かしら他の活動するとかね、しないといけないなと思っているところでございます。こんな風にね家でぼーっとしてるんだったら、バイトねシフトに入ればいいわけですから、多分ね暇だったらね、そのシフト入りたいですって言えばね入れる感じのところなんですよ、そのバイト先なので。まあね、バイト先に行ってしまえばさ、結局一生懸命やるわけなんで、まあ家でゴロゴロしてるぐらいだったらね、まあバイトに行った方がいいんですけども、やっぱりねその、バイトに行ったら行ったら絶対に何もできないから、この休みの日にちゃんと何かしら活動するということに、していきたいですね。はい、まあそんなわけでちょっと気持ちをねちょっと新たに頑張らなきゃいけないなと思いまして、なんとなくですね、ちょっと遠めのスーパー行って、そしてちゃんとね動画も撮ってね、今日の Vlog を撮影していこうかなと思ったわけでございます。動画の撮影もね最近サボり気味なんでね、心を入れ替えてねなんかこうやんなきゃいけないんですよね。そして晩ご飯ね、僕よく晩ご飯の動画も撮ってたんですけども、この頃ね本当にね簡単に済ませることが多くて、まあお惣菜とか弁当を買うということはほぼないんですけども、もう本当簡単にね焼くだけとか、最近は蒸すだけ、蒸してね適当に蒸して食べるとか、そういうことが多いので、久々に今日はなんかちょっと料理をしたいなと思うんですよね。体力にも余裕あるし。さてスーパーから帰ってまいりました。最近ねもう日が暮れるのが早くなってきて、外はねもう真っ暗ですね。今時刻は5時半、5時半で外は真っ暗、まあ、それはいいとしてですね、何を買ってきたんやっていう話なんですけど、今日はねちょっと贅沢に鍋ね、鍋をしようかなと思って、贅沢鍋、マダラの白子を買ってみました。これどうなんでしょう、美味しいのかな。そして、まあ、白子とですね、何これ、タラですね、タラの切り身、白子とタラの、鍋にねしようかと思います。そしてまあいろいろついでにね白菜、ネギ買って、そしてあんまり関係ないんですけど、なんかこれ美味しそうやったので買っちゃいました、キムチですね、キムチというか角的、200円ぐらいの角的と、弁当用のね弁当用のおかずです。これも広告の品ということで、これはね400円ぐらいでした。安くない？これ400円、安いんでこれを買って、あとはビールですね、ビール買いました。というわけでもう早速ねビールでも飲みながら鍋の準備をしたいなと思います。いやー久々にちょっとこうなんというか料理ってほどじゃないけども、鍋ねやろうかなと思います。しかも白子の鍋やからちょっと贅沢ですよね。高かったね、高いっつってもまあ10% 引きの300円ぐらいのやつなんですけど、うん、うまい。まああとタラもあるんでね、まあ、白子とタラを合わせてまあ500円以上はするかなということで、ちょっと今日はねええ感じの鍋になったらいいなと期待してます。それでは鍋をね作っていきたいなと思います。ちなみに味付けはねこれがねちょっと残ってまして、まあと1個だけなんですけどね、これ1個だけ残ってるんでこいつをね使っちゃおうかなと
思います。それにしてもどうなるんでしょうね。白子ってさ、食べたことはありますよ、もちろん食べたことはあるけど、家でその普通に自分で買って食べたことっていうのはなかなかないんじゃないですか。普通の人はちょっとあんのかもしれないですけど、僕はね、正直初めて買いました、白子。なので結構楽しみにしてるんですけどもね、ちょっと準備していきます。ええ感じの白菜がね、これまあ4分の1なんですけども、98円で売ってました。ちょっとね、デカめに切っとこうかなと思います。ネギもね、デカめに切っておこうかなと思います。そしていよいよこれ、タラの切り身ですね。タラの切り身、あんまり買ったことはないような気がしますね。白子は絶対買ったことないけど、タラの切り身はまあ、買ったことあるかもしれないですね。なかなか美味しそうですよ、こんな感じで。はい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 。で、どうするんでしょうか、これ、タラの切り身。白身魚という感じですね。皮の面がこうで、裏面がこうと。はいはいはい。で、匂いは特にないですね。匂いは特にないんやけども、ちょっと、まあ、これだとさすがにでかいから、切っときます。どう切ればいいんやろ。まあ、いいか。適当で。よし。これ、ちょっとこれ、ここの部分だけ、あ、やべ。ここの部分だけちょっとかなり食べ応えがあるので、どうなんでしょうか。一口サイズ？こんなもんでしょうか。一口サイズの、切り身にしました。これね。はい。だから、こっちの方はなんか、ね、薄っぺらいし、なんか食べるとこほとんどないんですけども、まあ、なんとなく切っておこうかなと思います。で、これも適当に入れる。はい。そしてこちらも、まあ一口サイズになんとなく切りまして、なんかあんまりちっちゃく切るとボロボロになりそうですよね。食べるというよりもなんか出汁になってしまいそうなんですけども、まあこんな感じ見えますでしょうか。一応一口サイズの、タラね、切ったつもりでございます。でこれを入れといて、実はこの白子ね、白子もちょっと開けてみましょう。白子はもうなんとなくなんですけども、最後に入れた方がいいと思うんですよね、仕上げの時に。もうグツグツあんまり煮込んじゃうと、そのなくなっちゃう、ちっちゃくなってなくなっちゃいそうな気がするんで、これは、ぐつぐつ、しばらくぐつぐつ煮てから、最後に投入したいなと思います。それでは、このプチッと鍋を投入します。蓋をしまして、点火。10分以上はぐつぐつ煮込みまして、今現在こんな感じでございます。それではオープン。おお、はい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 、なかなかね、いい感じでぐつぐつしてまして、まあ白菜もね、しんなりしてきてるし、まあこの魚ですね、魚ももうさすがに火が通ってるやろうと思われます。というわけで、いよいよこの白子ですね、白子を、投入したいなと思います。これ一応、動画では撮ってないんですけども、ちょっとだけ切りました。でかかったのでね、ちょっとだけ切った白子を、もうドサッとね、投入してやろうと思います。それでは行きます！投入！おぉ、すごい、美味しいのかな？ドチャッと落ちましたけども。よし、これで、ちょっと火力を、マックスにして、そして蓋をします。はい、こんな感じで3分ぐらいかな、多分僕の感覚で言うと3分ぐらい、これグツグツすればこの白子に火がいい感じでね、
いい感じで火が通ると思うので、そしたら食べようかなと思います。ででん、白子とタラの鍋できました。ちょっとわかりづらいんですけども、これが白子ですね。これが白子、そしてこれがタラ、タラですね。わかりますでしょうか。めちゃくちゃちょっとごちゃごちゃになってしまったんですけども、これはね、無職おっさんの白子とタラの鍋ということで、いただきたいなと思います。さあさあ、それにしても一体どんな感じなんでしょうね。白子、白子って美味しいですよね。生で食べれるやつは白子ポン酢美味しいですよね。だけどこれはまあちょっと安いやつなんで、生ではいけないから、こうやって火を通してね食べるわけなんですけども、さすがにちょっとポン酢をかけた方が美味しそうな気がするんで、ちょっとポン酢かけて、はい、白子。それでは自宅で白子、初めての自宅で白子食べてみようと思います。いただきます。あっぱ、うん、おいしいおいしい。めちゃめちゃクリーミー。うん、なかなか美味しいですね。これ確かに店で食べるよりは全然安くて美味しいかもしれない。白子なかなか美味しい。なるほどね、めっちゃクリーミーやなこれ。ポン酢をちょっと多めにかけて、あとこの七味ね、七味もかけていったらなかなかいいんじゃないでしょうか。ではいただきます。うーん、おいしいわ。なるほどね、これは若干ね奮発した意味はありますね。うん、うまいうまい。そしてビールも進むという感じでございます。なるほどね、これはこれ結構いいかもね。外で白子食べたら高いと思うけど、まあ、家で食べる分にはまあ数百円でなかなかのボリュームあるから結構いいかもしれない。さて、それではタラ行ってみようと思います。このタラちょっとちっちゃいな。ちょっと待って、でっかいタラがあったはずなんで、あ、これか。ちょっとタラがボロボロになっちゃうともう行方不明に なるんで、このタラをねいただきたいなと思います。さあ、これも何年ぶりなんやろ、僕こういうタラを食べるの何年ぶりか分かりませんが、いただきます。うーん、おいしい。これうまいな。うん、ま、最近ね、僕のことを知ってくださった方は知らないと思うんですけども、僕ね以前ドイツに住んでたんですよね。ドイツに7年ぐらい住んでました。で、ドイツに7年ぐらい住んでて、約3年ぐらい前に日本に帰ってきたんですよね。で、日本に帰ってきてからは実家でねニートやってたんですよ。で、しばらくしてニート嫌になって、今現在大阪で無職一人暮らしをやってるわけです。だからね、なんやろ、こういうね白子を食べる機会ってね全然なかったんですよ、今までずっとね。まあ、ドイツにいても白子なんてもう食べないし、日本に帰ってきてからもそういう機会がなかったから、もうマジで何年ぶりっていう感じですよね。このタラもうまい。いやー、だけど自炊でやったら、こんな数百円の話なんで、数百円だったらまあ全然ね、その
よくよく考えたら、ね、数百円の話なので、そんな大したことじゃないんですよね。いやー、食った食った。なかなか美味しかったですね。やっぱり、自炊ってね、自炊は、それなりに安いですよね。白子もさ、外食でしたら、一かけで3、400円すると思いますけど、白子もパックで買っちゃえばさ、スーパーでね、パックで3、400円なわけですから、全然ね、安いし、いっぱい食べれるから、満足感がね、違うなと思いました。いや、それにしても、久しぶりに食べた白子、めちゃめちゃ美味しかった。そしてタラもうまかったね。たまにはいいですね、こういう贅沢というのも。まあ、贅沢っていうほどじゃないですよ。もう1000円以下の話なんで、どっかのね、ラーメン屋さん行ってラーメン食えばさ、もう1000円弱ぐらいとかするわけですよね。それと考えたら、それと比べたらもう全然安いんですけども。いやいや、でもね、まあ、アラフィフのおっさん、ね、もう無職にして、こんな感じのね、アルバイト生活してて、休日に玉の贅沢、まあ、っていうのもね、まあいいのかなと思いました。たまにはね、こうやってこう、贅沢をしてさ、食事を楽しむってのも必要ですよね。もうアラフィフの無職のおじさんアルバイト生活。まあまあいいんじゃないでしょうか。たまにはね、こんな日があったとしても。まあ今後はね、なんというか、休日をね、もうちょっと充実させていくっていうのが僕のテーマかもしれないですね。せっかくの休日、もうゴロゴロしてたら、ね、意味がないので、まあ、休日をね、ちゃんとしっかり活動していくっていうことを目指してね、今後は頑張っていきたいなと思います。今年もね、残すところあとわずかになってまいりましてですね、この1年を振り返ってね、僕のこの YouTube 活動とか、僕のいろいろな活動、一体どうだったのかなと、まあね、思うことは多々ございますが、ちょっとね、今後とも頑張っていきたいなと思っております。なのでね、もしよかったら、このチャンネルの他の動画も見ていただいて、僕のね、人生の続きが気になる方はですね、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。